はい、こんにちは。8月6日です。8月4日にルイーズ・ジョーンズさんが YouTube で出した動画を和訳して紹介します。毎日のように数時間のライブをされている中で、やっと短い動画が出た。で、以前と同じオープニングの音楽を使っていて、あと水晶玉を使った占いでした。元動画へのリンクはディスクリプションに貼っておきます。早速内容に行きます。 人類にとって幸運のホース臭、邸鉄が水晶玉の中で激しく飛び跳ねています。大きな U ターンがあって、引き寄せの法則のような波動やエネルギーを手に入れることができるようです。また幸運の像、エレファントの像が見えます。インド像のような衣装を着けている像です。神々が目を覚ました。 軍隊がはっきりと見えます。何らかの軍事工作が今この瞬間に行われています。クレムリンから大きな発表があるでしょう。ゼレンスキーがバンカーの中に座っている様子が見えますが、あまり嬉しくなさそうです。さらにゼレンスキーがホテルの一室で夜遅くに電話がかかってくるのを待っているのが見えます。何かがおかしいですね。すとか、 何らかの事件が発生するようです。今見えているのは違うタイムラインでのウクライナ、ロシアの辺りです。ベラルーシの首相も見えていて、ベラルーシから何か大きなことが出てくるようです。爆破、湾または海岸線の近くで町が閉鎖されるというのを覚えておいてください。橋 高速道路と関係がありそうです。火と煙がたくさん見えそれは意図的なもののようでロシアかウクライナのどちらかで発生しますなぜか高速道路が見えるのですがこれはアメリカと関係がありそうです身動きが取れない船が見えますダムでの問題も見えますインドネシアが見えますインドネシアでは、 問題が発生しそうです。今年は貿易に大きな影響が出るので、備蓄が必要だと強く感じます。8月は爆発的な1か月になり、23日にドナルド・トランプに関する大きなニュースが出てくるようです。これからもトランプの基礎が続きます。9日は歴史に残る日となるでしょう。軍隊が見えます。 今起きていると伝えられていることよりもずっと大きなことが舞台裏で起きていますパニックや時間の操作が見えます時間に大きなギャップが生じているのですがどうしていいのかわからない状態前に進むためにはこの状態をやり過ごすしかありませんトランプに関係すること基礎が進展するということなのでしょう ハンター・バイデンについて文字の H と M が見えます地名なのかもしれないしハリーとメーガンなのかもしれない大きなニュースが出てくるもののそれを妨げる何かが発生しますジョー・バイデンが素早く出ていくこれ多分やめるとかやめさせられる素早く出ていくのが見えますいつかは分かりません巨大な隠蔽 バイデンが去って短期間ですがカマラが後を継ぎます。ミシェル・オバマの顔が見えます。彼女が出馬するのかどうかは分かりませんが、後ろの方にミシェルが見えます。ハンターバイデンがどうなるのかは、誰が未来に向かって進むかで決まります。どのような行動に出るのか、どのタイムラインなのかで異なりますが、テレビで騒ぎになるのが見えます。 今から6週間、または6ヶ月の間に、我々は共和党が崩壊するのを目撃することになるでしょう。分裂し、内戦とまでは言いませんが、それに近い状態になります。何かが起きる文字の C、H または M が見えます。子どもたちまたは若者たちが大きな建物から走って逃げているのが見えます。 ウエストモアという名前が見えますが、地名なのかどうかはわかりません。多くの企業が倒れるでしょう。石油またはガス、燃料会社に関する大きなニュースがあります。スコットランドでバグパイプが鳴り響くとき、トランプに関する大きなニュースがあります。5、15、21、19、26、24という数字が見えます。 大ニュース27も見えます森で大火事地球上の生物すべてに神の祝福がありますように森でのニュースが出てくる同じ頃に金髪の有名人に関するニュースも出てきます23人のスター有名人がこの世を去るでしょうアメリカそしてイギリスに強く引きつけられます海が見えます 大企業がテレビでで話題になるるのががが見えまます。す。オイル、ガス、ま、たは燃料業業界と関係があるようです大企業が変化したり倒れたりします8月にはスコットランドでバグパイプの大会があるようです8月は大変な1か月になります大洪水が見えますニュージーランドにヒーリングの念を送りましょう イギリスの一部も洪水になります。今年の冬は雪の多い冬になります。道路、高速道路が閉鎖されて混乱します。ロシアにも強く惹かれます。洪水と関係があるのか分かりませんが、洪水と同じ頃にロシアで何かが発生するようです。厳しい冬、大雪、アイスストーム、文字の E、 と封鎖が関係あるようです街が孤立します X は失敗しこれ多分 Twitter の X X は失敗し所有者が変わります夜中に FBI の逮捕劇文字の NMS トランプが見えます今週末くらいから人々が前に出てくるようになってたくさんのスキャンダルが明らかになりますストーミーダニエルズを彷彿とさせる他の女性が出てきます 二種類の軍が並んでいるのが見えます一つは我々が知っている軍もう一つは知らない軍です政府が見えますフランスに強く引きつけられます暴動が鎮静化するのかわかりませんが他の問題が始まるのが見えます貨物船の問題屋根が平らな大きな建物がニュースになりますドイツとフランスが見えますある企業と その企業が他の国に与える影響が話題になるようです酪農家の問題卵なのか牛乳なのかは分かりませんがスキャンダルが出てきますパンや一部の食料の不足が見えます見える中で一番の問題はアメリカ・イギリスでの抗議活動ですアメリカ・ウクライナ・ロシアでの問題でロシアのルーブルが下落します 飛行機が離陸できないのが見えます空にスモッグが見え水曜日の4時に何かが起きるようです15日または16日が見えますすべてが遅れ時間が凍るような感じですすべてが数字で管理されているシステムが崩壊し新しいシステムに変わります空に注目してくださいスコットランドで大変化があります 否定しようのない手紙かメール、署名、ボイスメールが出てきますが、それによって全てが落ち着くべきところに落ち着きます。特に、後ろのものが前に出てきます。デスバレーで何かが発生する話を以前しました。過去の署名またはボイスメッセージを否定することができない状況になります。緑色の牧草地。 人々は空の話をしていて何かが入ってくると言っています科学的に太陽を遮ってまた元気な緑色に戻ります色は違うかもしれませんが空に何かを噴射している様子何かをきれいにする話をしているのが見えます何年後のことなのかは分かりませんしかしすべてが緑色で元気になっているのが見えます 三つの巨人三つの産業家三つの巨大企業が失墜します何か間違ったことをしているわけではないのですが空に何かをまいて何らかの発表を行った後ストームが発生して覚醒した人々の間で話題となりますバチカンが見えますスキャンダルが出てくるでしょう大きな建物イタリアスキャンダル ハンター・バイデンとそのコネクションが見えます。バチカンで大きなニュースが出てくるとき、ハンター・バイデンのニュースもあるようです。今年は UFO の目撃が多くなります。彼らはすでにここにいるのですが、クロークを外していないだけです。イギリス王室に関する大きなニュースがあります。今週、来週、 今月はトランプに関するスキャンダルがたくさん出てきます。未来を変えるために過去に戻っていて、未来は一旦悪くなってから良くなります。それが政治なのであれば、アメリカの政治はしばらくこんな感じが続きます。人類の話をしているのであれば、戦い争いはあるものの、一年くらいで今とは大きく異なる状態になります。 未来は美しくなりますコイン効果の価値が将来的に上がるのでコインは持っておくようにしましょう時が止まりますグリッドが壊れると人々は時間が分からなくなり時が止まったようになります人々を変えることはできませんが人々があなたに与える影響を変えることはできます 意地悪なな人には近づかないことです。す。大火事がままた見えますスポーツか何かの大きなイベントで大ニュースがあります。髪の色の濃い黒い男性俳優が衝撃を与えます。議会での高齢の女性衝撃病院の門夜遅い時間 FBI 2つの異なる状況が見えます8月10日がはっきりと見えます物事を起こすのは起こすのは波動なのですが火事の波動が見えます変化が生じていきなり止まりますトラック運転手たちがまた見えますカナダなのか他の場所なのかは分かりませんイギリスでは15分の街をプッシュしてきて人々が抗議しますイギリスの警察にはいい意味で変化があるでしょう オイル、石油と関係のあることで、みんなが心配しています。クジラを助ける話をしているのが見えます。黒と白のクジラのようです。十五分の街を受け入れる人はいないでしょう。学校の教師たち、イギリスの医療従事者のストが見えます。無名の女性がアメリカのテレビに登場して、衝撃的な掲示、情報をもたらします。 過去の問題を明らかにするようです。スターゲートが開いて彼らが入ってくるのを私たちも感じることができて興奮します。スターシップ宇宙船がポータルを通ってやってきます。ポータル、スターゲートが開くといいものも悪いものも醜いものもすべて入ってきますがいいことの方が多いでしょう。アイルランドで出てくるニュースは 前ににヒマラヤで会ったことに似ています。極端で暴力的な出来事妨害ホワイトハウスでのニュースもあるようです日が沈んでバチカンから煙が上がりローマの人々が泣くでしょう大きなイベントが3つ,3つ続き2つ目が衝撃的なようです26日14日 15日というのが見えますす以上です動画はですねなんか本当にここでいきなり切れましたおそらく Twitch でだいぶすごいやってるみたいなんですけど私全然見てないんですがそのライブで伝えたものを所々編集してつなげた動画のようにお見,お見受けしていますもうこのスタイル懐かしいですよね2020年のルイーズさんって毎回このスタイルでしたよねというわけで 結構長くなってしまったので、これでおしまいにします。stay safe, stay healthy.